海外行って、行ってみたい、うん、行ってみたい、行ったことあるんですけど、うんうん、こう、なかなか旅行で海外って行ったことなくて、僕。<ー>仕事でとかだったらあるんですけど。今、アニメがかなり暑いからさ、はい、シンガポールとか行けんじゃないシンガポールシガで。<あ> <laughs> お願いしますシンガポール暑いからさ。シンガポールで美味しいものが食べたいです。ねうん、行こう美味しいから、そこ <laughs>、うん、食べたいです。え、どとえ、そんな感じですシンガポール大好きで、俺も。はい。シンガポールにあるアイフライっていうのがあって。アイフライそれが何かっていうとフライですかうん、違うんだ。<laughs> あのね、下から巨大扇風機で風を浴びて空飛べるってやつ。はい あの、スカイダイビングを、そう疑似スカイダイビングあれ楽しい体験できるやつですよね。あれってでも、まだ、できるとこってすごい少ないんですよね、確か。えと、俺が知ってる情報は2カ所ロスと、ロスとかラスベガスと、ええと、ま、シンガポール。その2カ所くらいしかまだ。アメリカとだからシンガポールか。日本とかにはないんですかねね、ないんだよね。だからちょっとだからやりに行きたいよね。行きたいスカイダイビングしたいお願いしますぜひお願いします。頑張りま、頑張るから頑張りますからお願いします